フォアハンドのロングカットは下半身を安定させ、基本姿勢から足を使ってスタンスの内側で体重移動をしっかり行い、フォロースルーと同時に早く基本姿勢に戻ります。打球点は腰と膝の高さの中間くらいでミートすると